はい、今回の動画は GoogleChrome に保存しているパスワードを忘れてしまったときにそのパスワードを表示させる方法を解説をします。 でまあ、どういったことかというと、ですね、まあ、今ね、いろんなこういう、ねまあ、インターネット、まあ、サイトで、ですねこういう会員情報を、ね、こう入力をして、ですね、まあ、そういう会員サイトですね、まあ、ID とパスワードを入力をして、そういう会員サイトに入るというケースがね、えー、結構多いと思うんですけども、まあ、そのパスワードをですね忘れてしまったといった場合ですね、これ、Google Chrome を使っていて、ですね Chrome の方にパスワードを保存している場合は、ですねこのパスワードを忘れても、その、ね、パスワードを表示させることができますんでね、ね、まあ、今回の動画ではその、ね、表示方法を解説をします。 それにはね、まず Google Chrome のですね、画面の右上のこの設定のところですね、こちらのボタンをクリックをしてもらって、次にこの設定というところをクリックします。そうするとですね、この別途設定の画面が開いてきます。で、次にこの設定の画面のね一番下のところに行ってもらうと、詳細設定という項目がありますのでね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとこの詳細の中にですね、このパスワードとフォームというところの、パスワードを管理という項目がありますのでね、こちらをクリックします。 はい、えそうすると、この保存したパスワードということで、このウェブサイトの URL と、あとユーザー名が出てきます。で、ちょっとこちら、個人情報も含まれるんでね、ちょっと今隠してますけども、このウェブサイトって下のところにですね、URL ですね、そのサイトの URL が表示されて、まあ、ユーザー名が表示されてますんで、であと一番右にこのパスワードということで、これが標準の状態だとね、こういう点々点でね、この隠れてるんですけども、まあ、こちらですね、このね、 サイトに言われるからこうちょっと判断してもらって、ですねあこのサイトのパスワードをちょっと見たいなという場合は、ですねこの一番が右側のこの目のところ、ですねこのパスワードを表示というところ、こちらをクリックしてください。 はい、えそうすると、この Google Chrome はパスワードを表示しようとしてますということで、まあ、ユーザー名とパスワードですね。まあ、これはこのパソコンですね、ご自身のお使いになっているパソコンのユーザー名とパスワードを入力をしてもらって、OK ボタンを押してもらうとですね、今こちらは、ちょっと今これはキャンセルしますけども、今ここはね、この点で隠れてますけど、ここがですね、この表示に挿したところのこの点が、そのパスワードの表記に変わりますんでね、この Google Chrome を使っているという方はですね、こういうね、会員サイトのパスワードを忘れてしまったという時はですね、この機能を使ってですね、パスワードを確認してもらえると非常に便利かなというふうに と思いますそれではね、今回の動画は以上になります今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました